まあそういや、チャット GPT ってすごいよね。じゃあやってみるか、なんか。なんかさ、メールをね、じゃチャット GPT に作ってもらうの面白いかなとか思った。あー、そもそも、あの、お便りを。あ、そう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 。はいはいはい、ありあり。二次三次所属バーチャルライバーのリゼとアンジでラジオを行っています。あなたは視聴者であるという想定で、しっかり、しっかり調教室やってる。で、どうする？あね、マジでちゃんとね、あの入力しないと。視聴者であるという想定でお便りを作成してください。はいはいはい。なんか他忘れちゃいけない条件みたいなのあるかな？なんか普通のじゃない方がいいなって思うから。うん。こう独創的な感じのことって欲しいから、なんか言えないかな、うまく。あー、ちょっと待って、今さ、あのあなたは自分が視聴者であるという想定でこのラジオに送るお便りを作成してくださいだけで送ったら、はいはいはい、リジさん、アンジさん、こんにちは。私はあなたたちのラジオ番組の大ファンで毎回楽しみに聞いています。嘘つき。最近のエピソードでリジさんが新しいゲームに挑戦してるのを聞いてとても興味深く感じました。またアンジュさんがアニメや映画について語ってくれるのも楽しみです。あなたたちが好きな作品についてもっと聞きたいです。またリズさんとアンジュさんが一緒に歌ったりコラボレーションをするのも素晴らしいと思います。将来的にはライブイベントや特別な番組を開催することも考えられますか？これからも素敵な番組をお願いします。熱烈なリスナーより。すげえ、割と合ってんだけど。たまに辛辣な一言で入れてもらおう。たまに、あ、ちょっと待って、内容をさらに独創的にしてくださいで板を送ってもらう。なおかつ、そうそう、あ、そうね、うんうんうん。題名、リゼさんとアンジュさんのタイムトラベルアドベンチャー。リゼさん、アンジュさん、こんにちは。何最初の一言、何本で。何今の。こんにちは。どうやら私たちはタイムトラベルができる世界に生きているようです。想像してみてください。リジュさんとアンジュさんはタイムマシンを手に入れました。そのタイムマシンであなたたちが過去や未来の有名な出来事や人物に会いに行く番組を始めたらどうでしょうか。このアイデアはリジュさんのゲームへの情熱とアンジュさんのアニメや映画への愛にぴったりだと思います。こいつやたら私のゲームとアンジュのアニメ映画をそれしかないと思ってる。え、変わってんな。ちょっと違う意味で癖ありになっちゃった。こいつら2人オタクだと思ってんな。オタクだと思われてる。なんて言った、時々辛辣。あ、そうです。そうね。そうです。AI になっちゃった。そうですね。優しい言葉の中に時折辛辣なワードを入れて傷つけてほしい。優しい言葉の中に時折辛辣な言葉を入れて傷つけつつお便りを作成してください、うんうん、そう、もしかして嫌いなのかなって思わせてほしい。してください、もしかして嫌いなのかなと思わせる。でも最後は感動的な一文で締めてほしい。でも最後は感動的な一文で締めてほしいです。リゼも AI みたいな。いや、打ち込んでんだわ。え、どんなん来んのかな。ワクワクするんだよな。もう一生時間解けるからね、チャット GPT マジで。いや、そうなんだよね。もう楽しいんだよな。なんか普通にね、あの、今余ってる食材でできるレシピを教えてくださいとか言うと普通に出してくれるんだよな、いいやつを。いやね、すごいよね。返事が返ってき始めてるから読むね。題名、リゼさんとアンジュさんへの気になるお便り。リゼさん、アンジュさん、こんにちは。まず最初 にあなたたちのラジオ番組が毎回楽しみで、いつも楽しい時間を過ごさせてもらってます。リゼさんのゲームに対する情熱は素晴らしいと思いますが、はい、時々うまくプレイできないところがちょっと痛々しいですね。いや、めっちゃいいぞ、もうめっちゃいいぞ、いい。アンジュさんのアニメや映画への愛も素敵だと思うのですが、たまにあまりにもマニアックすぎる趣味が垣間見えてちょっと引いてしまうこともあります。あー、ね、なるほどね。はいはいはい、いい、ちょいちょい刺してくる、いいよ、いい。それでも、はいはい、あなたたちのラジオ番組は私にとって欠かせないもので、毎回新しいエピソードが待ち遠しいです。リズさんとアンジュさんの笑い声がちょっとした日常の悩みやストレスを忘れさせてくれるからです。正直に言うと、時折辛辣な言葉を投げかけることであなたたちの熱意がもっと磨かれることを期待しています。ちょっと厄介なのやめます。バカ厄介やんけ。お前たちのためなんだってことね。どんなに厳しい意見があっても、あなたたちが笑顔で向き合ってくれることが私たちリスナーたちの勇気となっています。やめろ。最後に、あなたたちの存在が私たちリスナーの心に大きな影響を与えることを常に念頭に置いてください。リエさん、アンジュさんも私たちが笑顔で前を向く力を与えてくれるかけがえのない宝物です。いい話かも。これからもあなたたちの成長を見守り続けることを誓います。いつも応援しているリスナーより。いや、めっちゃプラマイでもマイナスかな。マイナスかな。なんか刺してくるワードだと、お前のためなんだからめっちゃうぜ。でも、あの、時折辛辣な言葉を入れてとかの、うまいね。こういうの得意なのかな。
うまいね。インターネットで繋がってるわけではない、で集積を見ることはできるっぽいんだけど、うんうん、繋がってるわけじゃないんで、その最新の情報とかには疎い感じがあるんですけど。そうそう、おもろい、めちゃめちゃいい、いいな今の、いいな、いや、うまい塩梅でやりますね、めちゃめちゃうまい、うん、いいな、いい文章くれたな、爆笑しちゃったわ。ちょっと痛々しいとか、ちょっと引いてしまうとか、まあまあって感じだけど、そうそうそう、なんかそんなにひどいワードじゃないんだよね。辛辣な言葉を投げかけることで熱意がもっと磨かれることを期待していますって。うるせえ。微妙な塩梅すぎる。じわ。ね、いや注文ど、いやすごいね、AI って本当に。めちゃめちゃいい、めっちゃいいやつだった。いいお便りもらったな。いいお便りだった。いやでもやっぱみんなが送ってくる生のお便りにはまだまだ勝てないっぽいですね。そうですね。やっぱちょっと違うんだよな。熱が全然違うよな。やっぱみんなのお便りが大好きだな。ね、滑り込みどこどこ。あれ AI できないからね。あれリズナーラジオへのお便り作ってくださいで AI。いやようやらんから。うんうん、確かに面白かった。いいちょっと言っとくけどな、いいお前ら次のお便りチャット GPT 使って送ってくるんだよ。そうだぞ。そうだぞ。ちょっと説明口調入ったら親って顔するから、ね、疑うからなマジで。記事内容ちょっと復唱する癖あるもんね。あるある。まだニヤニヤしちゃう。ちょっと次のお便り行こう。ちょっとおもろかった。これ